ベルトルト、おいベルトルト、どんな寝相だ。相変わらず芸術的な寝相の悪さだな。こりゃ明日の天気は晴れだな。起きろベルトルト。悪い。おはようライナー。ベルトルト、お前に重要な相談がある。何？実は、今度の夏祭りにクリスタを誘おうと考えているんだが。頑張ったよね。なんでだよ、お前も来いよ。いや、僕が行っても仕方ないじゃないか。そりゃあ、俺だって二人きりで行きたい。けど。けど？恥ずかしい。ってお前リアクション薄いな。にやり。つうわけだから、お前も誰か誘え。誰かって言われても。例えば兄とか。そんな別に僕は気になる人。わかりやすい。ねえユミル、帰りに行ってみたいクレープ屋さんがあるんだけど。また太るぞ。ちょっといいかクリスタ、今度の土曜日俺たちと一緒に夏祭りに行かないか。ダメかな。本当か。ちょっと待てよ、夏祭りは私と行く約束だろ。だからみんなで行った方が楽しいもんね。あとは誰誘おうか。おい、ベルトルさんも何か言ってよ。すっごい楽しいと思うんだよね。あ、そうだ、クレープ屋さんとかあるかな。やっぱりクレープも食べたいしね。にやり。ベルトルさん、私は当日可愛いクリスタがゴリラに襲われないようついてなきゃいけない。ゴリラだから。あんたも誰か誘え。例えば兄とか。そんな別に僕は。分かりやすすぎる。おい兄、ベルトルトがお前に話あるってさ。ライナー、やるんだな今ここで。ああ、勝負は今ここで決めろ。何？京都の夏祭り一緒に行かない？夏祭り、私興味ないか。おー、夏祭りか。いいじゃん、行け行け。エレンが行くなら私も行こう。楽しそうだね。僕も。焼きそば、わたあめ、かき氷、イカ焼き、たこ焼き、リンゴ飴、唐揚げあるかな。へ、俺が祭りの楽しみ方ってもんを教えてやるよ。やった、楽しくなりそうね。ね、兄きんまり。こいつらも来るのかよ。余計なのがゾロゾロついてきたが、何はともあれ兄を誘えてよかったな。別に僕は。ベルトルト、まだそんなこと言ってんのか。もう終わりにしよう。お前はこの祭りで兄に自分の思いを伝えろ。何を。見すぎだ。俺じゃなくたってわかるくらいな。チラチラ見てるのがバレバレだったぜ。チラトルさん。落ち着けベルトルト。何にせよ今回のことは兄と距離を縮めるチャンスだ。つってもついてきた他の奴らは結構な問題じゃねえか。確かに死活問題だが、この状況からあいつらを外すのは無理だ。おっしゃる通り、状況はクソったれだな。まったく。でも大丈夫だ、俺に作戦がある。作戦？くだらねえな。僕はただ兄のそばにいられたらそれでいいのに。